俺たちのジャパンへようこそ。一昔前までは注目の的であった日本の新幹線、近年は各国の高速鉄道技術が発展してきたため、以前より注目される機会が減ってきており、特に中国や韓国では最先端の技術を積極的に取り入れ、新しい鉄道を生み出しています。しかし新幹線の最大の魅力はそれらの高速鉄道とは少し違うようなんです。今回は韓国の高速鉄道と日本の新幹線の違いを身をもって感じたある男性のエピソードをご紹介します。私は韓国人で名前はカン。大学卒業後すぐに韓国の鉄道会社に勤務し、早10年、この道一筋で働き続けている。鉄道業界は近年目覚ましい成長を遂げていて、韓国は常にヨーロッパなどと協力しながら最新技術を取り入れているんだ。だからとてもやりがいがあり、新しい鉄道を世に生み出すたび、とても誇らしい気持ちになる。たくさんの人が使う鉄道に携わる仕事に就けたことを心から誇りに思うよ。韓国の進化は鉄道以外にも言えるだろう。かつては鉄道をはじめ様々な技術で遅れをとっていた韓国だけど、最近は随分変わったことを肌で感じているんだ。例えば K-POP とかファッション、お隣の日本はもちろん欧米でも流行し始めているのを聞いたよ。周りの国々より少し遅れをとったけど、やっと世界中が韓国の良さに気づいてくれたみたいで、僕は本当に嬉しく思っている。だから僕ら若い世代がもっともっと頑張って世界を引っ張っていきたい。そう思いながら、まず僕にできることとして日々鉄道技術の進化を目指し努力しているんだ。そんな中、僕にとってすごくやりがいのある仕事をするチャンスが巡ってきた。日本の鉄道会社の視察だ。提携しているわけではないのだが、互いの技術向上のために交流会を開くことになったという。これは日本に韓国の最新技術を広める絶好のチャンスだと思った。正直日本は鉄道技術においてかなり遅れている。アジアの中で最も先端の国だと言われているし、確かに医療体制や家具家電などの一般電化製品の技術なんかは間違いなくそうだろう。ただこと鉄道においてはいつも後手後手で、最新技術への感度が低いように思えるのだ。韓国や中国、ヨーロッパで取り入れられる技術でも日本は数年遅れて取り入れる。おそらく日本は自国での技術研鑽を重要視しておらず、他国の技術を真似することを当てにしているから導入が遅くなってしまっているんだ。かつては鉄道業界でもトップを走っていた日本も、近年では明らかに輸出の機会が減っている。最新技術を生み出し磨き続けてきた我が韓国や中国の鉄道が人気を博しているからだ。だから日本の鉄道企業と直接話ができるのなら、自国で技術を磨くことの重要性を伝えたいと思った。本当なら韓国の製品を購入してもらうことを進めた方がいいのかもしれないが、僕は自分たちの得よりも世界の役に立ちたい。そのために日本への意識改革は第一歩になると思うんだ。僕はそんな強い思いを持って日本へ渡った。日本の鉄道会社へ着くと、彼らは笑顔で温かく迎えてくれた。日本へ来たのは数年前の旅行以来で、こうしてじっくり日本人と関わりを持つのは初めてのこと。正直どんな人たちかとドキドキしていたが、とてもフレンドリーで穏やかな人柄で、これなら腹を割って真実を伝えられると思った。よかれと思って、君たちは真似ばかりしているから遅れていると伝えて、トラブルになるのは避けたかったから、まずは日本の高速鉄道である新幹線について、導入されている技術や製品の種類、概要などを実物の見学をしつつ説明してくれる。彼らの説明は丁寧で分かりやすく、とても好感が持てた。だけど予想していた通り、技術面に関してはどこかで聞いたようなもので、真新しい挑戦は見られない。やはりこれが日本の実態なのだと心の中で確信した。しかしこの後、僕が全く予想していなかった真実を知ることになるのだ。
それは新しい新幹線車両のテストに関する話題が上がった時のこと。大まかな流れが記載されたものを見て僕は疑問を投げかけた。海外で実際に運用されている新しい技術を実践するまでどうしてこんなに時間がかかるんでしょうか。日本はもっとスピード感を意識した方が世界に追いつけると思いますが、これは僕がもともと思っていた大きな疑問だった。韓国をはじめとする海外の技術を真似るにしても、もっと速いスピードで取り入れれば最先端に近づける。他の国々が開発するより早くさらなる最新技術を見つけ出すこともできるはずだ。今まではそれが怠惰によるものかと思っていたが、日本人の様子を見ているととても熱心で、それは考えにくい。それならば何か理由があるのかと思ったんだ。すると日本人は穏やかな口調で答えてくれた。私たちが重要視しているのは最新技術を開発することではありません。それは驚きの言葉だった。僕たち韓国人にとって最新技術を取り入れて最先端の高速鉄道を作ることこそが最も重要な目的であったから。どういうことですか？僕はそう尋ねる。すると、私たちが新幹線を作る上で最も大切にしていることは安全性です。乗ってくださるお客様にご迷惑をかけることなく無事目的地に到着していただくことを最優先に考えています。その目的を達成するために最新技術が最も適した方法なのであれば取り入れますが、それを確かめる前には慎重にテストを行うんです。たとえスピーディーではなかったとしても、お客様の安全を守るため慎重に行います。それを聞いて開いた口が塞がらなかった。僕ら韓国人には全く持ち合わせていない理由だったから。しかし悔しいことに、日本人の主張は最もである。私たちが最新技術を教えようと思ってきたのに、その考え方こそがむしろ最先端であり広めるべき思想だとすら感じてしまった。その後も日本人は丁寧に彼らの大切にすることと、それを実行するためにどのような対策をとっているのかを説明してくれた。日本では安全性を高めるための開発が積極的に行われており、海外ではあまり重要視されていないため広く認識されていないこと。韓国をはじめとする海外で生み出された技術はもちろん取り入れるのだが、スピードがありリスクの高い新幹線にすぐ導入することはしない。ではどうするかというと、速度が比較的ゆっくりで万が一の場合も乗客の命に関わる危険性がない在来線に取り入れて、日本の厳しい基準をクリアしたものだけを取り入れること。これらの事実を知ることができた。日本の新幹線が海外と時差を持って最新技術を取り入れるのには、こういった必要な事情があったのだ。おまけに、これらの日本の鉄道における考え方の正しさを裏付けるのが、新幹線が開業してからの歴史に現れている。なんと新幹線は1964年に開業してから50年以上も、一度も怪我人を伴う事故を起こしていないのだ。これを知って鳥肌が止まらなかったよ。もちろん僕たちも鉄道の安全性は考えて開発しているつもりだ。怪我人が出ても問題ないなんて全く思っていない。しかしあれだけのスピードで走る以上は多少の事故は仕方ない。そんな認識を持っていたのも否定はできなかった。僕たちが最善を尽くしているのだから、それ以上はもう運なのではないかと。しかし日本人は全くそんな考えを持っていない。どれだけ便利でも、どれだけスピードが速くても、どれだけ難しい開発だとしても、どんなことも人間が怪我をしていい言い訳にはならない。技術がどれだけ進化して世の中が便利になろうとも、乗客の安全だけは永遠に変わることのない最重要項目なのだ。私たちは日本人からそんな当たり前のことを学ばせてもらった。この話を聞いた後には、日本へ来るまでの自信なんてきれいさっぱりなくなってしまったよ。一応僕たちの開発について話したら熱心に聞いてくれたけど、考えが足りなかった自分が恥ずかしくて仕方なかったね。今まで良しとされてきたことを急に変えるのは難しいことだけど、僕は韓国でこの日本人の思想を広めたいと思っている。
教えるつもりが教えられる結果になってしまったけど、でも僕がこれを知ることができたのはとても意味のあることだと思うから、僕の新しい目標は一人でも多くの人が安心して乗れる高速鉄道を作ることになったよ。これは今後何があっても絶対に変えたくない目標だ。私の国にも日本の安全な新幹線が欲しい。でも韓国も安全な高速鉄道を作ってくれるなら期待して待っているわ。人間は自分が一番優れていることを証明した生き物だから、最先端とかそういうことを求めてしまうけど、本当に大切なのは人間の命だよね。日本人は大切なことを教えてくれた。日本人も素晴らしい考えだと思ったけど、自分の考えを悔い改められる韓国人の彼もとても素敵だと思ったわ。ファイト。世界中が日本人のような思想になって安全で平和な国が増えたらいいね。新幹線の魅力は安全なのはもちろんだけど、他にもたくさんあるわ。時間ぴったりに来る、車内が広い、綺麗で清潔、おいしいものが食べられる。新幹線は早くてとても便利なので、たくさんの人が利用しています。しかしそれは技術や開発に携わる方たちが努力をして安全で安心できる車両を作ってくれているからです。安全に不安がある乗り物にはいくら便利でも乗りたくないですよね。そう改めて考えてみると、当たり前のように新幹線を利用できる私たち日本人はものすごく幸せ者なのかもしれません。スピードと安全性を両立させている日本の新幹線。日本の新幹線とは対極の存在として挙げられるのが韓国の KTX です。世界に誇る独自技術として韓国が熱を入れる KTX。 しかしその実態は筆舌に尽くしがたいほど悲惨なものなのです。早速詳しく見ていきましょう。KTX は2004年に誕生した韓国の高速鉄道で、コリアトレインエクスプレス、略して KTX と呼ばれています。ソウルからプサンを結ぶキョンプ線をはじめ、テグ、チョンジュ、キョンジュなどの観光地へも短い時間でアクセス可能です。韓国は KTX のために12年の歳月と国家予算の2割に達する総額22兆ウォン、約2兆円をかけました。それにもかかわらず KTX は開業直後からトラブル続き。韓国の技術を世界にアピールするどころか、その限界や危険性をアピールする存在になってしまったのです。まずは KTX の事故や不祥事を時系列でご紹介します。ただし今回紹介するのは代表的なものだけ。不祥事の件数が多すぎてとても全ては紹介しきれないからです。まずは2007年、釜山駅構内で停車中の KTX110 列車に後続列車の KTX112 列車が衝突。双方の先頭部が大破する悲惨な事故が起こりました。一方通行である以上、よほどのことがなければ高速鉄道の正面衝突は起こらないはず。この事故は世界初の正面衝突事故として世界中から注目を浴びました。次に2008年、 KTX そのものではなく自動改札機にトラブルが発生。この自動改札機は KTX の運営会社コレールが莫大な資金を投じて導入したものです。ところが乗車券が詰まるなどのトラブルが頻発、乗客がホームまでたどり着けないというまさかの事態に陥ったのです。コレールはやむを得ず自動改札機を撤去。ヨーロッパに倣って信用乗車方式を採用し、改札や車内検察もなくしました。国民のモラルを信頼しての決断です。しかし当然というべきか、信用乗車方式は乗客の不正乗車を招きました。その結果 KTX に関する負債は約13兆3000億ウォン、約 1.3 兆円に到達。さらには観光の延期や事業費の高騰で30年後も黒字化が不可能との分析結果が発表されました。
何のために高いお金をかけてポンコツ車両を作ったの？私が国民ならきっとそう思ってしまいますね。そして2011年2月11日に開業後初めての脱線事故が発生します。光明駅近くの上り線トンネルで釜山から光明駅に向かっていた KTX の車両が脱線しました。この際、事実と異なる説明をして隠蔽を図ろうとしてコレールは非難の的に。さらにコレールが作った車椅子用のスロープで転落事故が発生。スロープすらまともに作れないコレールの技術力で KTX が運用されている。この事実は国民はもちろんのこと、世界中の人に恐怖を与えました。2011年以降も事故は起こり続けます。2012年には新年早々の1月2日から逆走トラブルが発生。停車駅を誤って通過したため KTX は緊急停車後逆走したのです。しかし車掌から乗客への十分な説明はなし、後続列車にさえ報告していなかったとのこと。 KTX の安全性もさることながら乗務員の教育にも問題があると判明してしまいました。2013年にも乗務員の信号無視が原因でムグンファ号、ソウル行き KTX、プサン行き KTX の三重衝突事故が発生しています。2016年にはインチョン国際空港駅で脱線事故、空港の機能にも影響を与え国内外の旅行者から非難されました。こういった事故は本来衝突防止装置で防げるはず。実際韓国は2003年から10年以上にわたって1600億ウォン、約160億円をかけて衝突防止装置を開発しています。しかしこの装置は誤作動続きで使い物にならず常に電源を切っているんだとか、一体何のために開発したのかよくわからない状態が続いています。2014年頃から韓国はなぜか KTX を独自技術としてアピールし始めます。実際はフランス国鉄の TGV の技術を流用しているにもかかわらずです。当然ながら韓国には KTX に関するトラブルを自力で解決する技術はありません。 KTX の老朽化や初期不良、頻発するトラブルのため TGV の専門家を再招聘。韓国オリジナルの技術ではなかったの？と世界中の鉄道関係者が呆れ返る事態を招いています。2017年には KTX に関する様々な隠蔽が明らかに。日本の新幹線に対抗するために KTX は2015年から最高速度を時速300キロに引き上げていました。それが原因で設備の破損が急増していたのです。しかし韓国国土交通部はこの事態を把握していながら特に対策せず、韓国国民に大きな不安を与えました。もちろんこれ以降も事故は多発。あまりに頻発する事故にイ・ナギョン首相がコレール本社に乗り込み経営陣を叱責したことさえあるのです。しかしこういった事態も有識者にとっては当然予測しうるものでした。フランス国鉄の TGV は平野の走行を想定したものだったからです。トンネルや鉄橋の走行、台風の影響などを想定していませんでした。一方日本はこういった状況に対応できる技術を持っています。しかし反日感情の高まりから韓国は日本の入札を認めなかったのです。トンネル内の走行を想定していない TGV はトンネル内の気圧の変化に耐えられません。そのためトンネルを走行することで車体に大きな亀裂が入ることに。韓国は車両交代の強度を向上させたそうですが、度重なる事故を見るに不十分なのではないかと思わされます。日本に頼っておけばこんなことにはならなかったのに。もちろんたとえ日本製の車両を導入したとしても韓国の運営ではトラブル続きだったでしょう。日本のせいだと言われずに済んでいるので日本は関わらなくて正解だったと言えます。当初の韓国はKTX をはじめとする鉄道技術を海外進出させる予定でした。しかしこ
れだけトラブル続きの車両を誰が購入するのでしょうか。2017年には韓国のメディアが KTX が海外受注ゼロにまで追いやられている実態について報じています。そんな韓国にとって久々のお客さんになったのが台湾です。2018年6月、台湾鉄路管理局台鉄は韓国の現代ロテムと契約。 KTX ではないものの通勤型電車520両を受注しました。このニュースは台湾国民にとって非常に衝撃的なものでした。というのも台湾はかつて韓国製車両を導入して大失敗をしているのです。1990年代に台湾は韓国テウ製の EMU500 型通勤電車344両、また韓国現代成功製の E1000 型特急型車両445両を相次いで導入。しかし KTX の惨状を見てわかる通り、これらの車両もトラブル続き。故障が頻発した上、メンテナンスや補修部品の提供といったアフターサービスも適切に行われませんでした。当然台鉄は韓国メーカーに対する怒りをあらわに。車両等の調達に関して韓国企業からの入札を禁止にしたのです。そうは言っても国際入札の原則は公平公正、韓国だけを仲間外れにし続けることはできませんでした。2014年に構内入れ替え用機関車を韓国から導入した際は、台鉄の担当者は旅客用ではない機関車のためお客様には迷惑をかけないと説明、しぶしぶ韓国のものを導入していることがわかります。それなのになぜ今回韓国製車両を導入するのでしょうか。実際国内からも日本製車両を求める声が上がっているようです。政治的見地により、台湾が中国から車両を導入することはよほどのことがない限りないでしょう。一方韓国製車両はトラブル続き。つまり台湾は日本の鉄道車両メーカーにとって非常に有利な市場だったのです。最大のライバルともいえる中間勢が事実上参入できないわけですから。それなのになぜ日本は選ばれなかったのか。その理由はとてもシンプル。日本は入札に参加しなかったのです。もちろん台湾側は日系メーカーに対して声かけをしました。しかしいずれも企画や価格の折り合いがつかない、国内向け生産で忙しいなどの理由により入札に至らなかったのです。つまり台湾には現代ロテム1社しか選択肢がありませんでした。どうやら近年の日系メーカーは海外受注に対して消極的。その背景にはインドネシアの高速鉄道事業を中国に邪魔されたり、アメリカ向けの2階建て車両の設計の見直しが生じたりといったさまざまな事情があるのでしょう。それに韓国の運営を見ていると、他国に日本の車両を渡したくない気持ちはわかります。海外受注による損失発生のリスクを取るより国内需要に集中する、企業経営としては正しいのかもしれません。それでも海外の多くの人が日本製車両を望んでいるのは明らかです。中国製や韓国製の車両で悲しむ人を減らしたい、そんな正義感を持った企業が現れてくれるのを日本国民としても期待しています。韓国人は日本人を妬んでも何も変わらないことを学ぶべき。お前らが文句を言っている間に日本人はさらに技術を進化させていく。日本の新幹線が歓迎されるのはスピードやデザインはもちろんだけど、何より安全だから。ただ速いだけなら誰も乗らないよ、怖すぎる。俺がマネージャーをやってやるから、日本はもっと海外受注に力を入れてくれ。技術は素晴らしいのに商売は下手っていう印象だ。国民としては日本製がありがたいけど、政府は安い中国製、韓国製に目を向けてしまう。だから中国も韓国も日本よりも自国の鉄道技術が上だと主張している。日本が技術を安売りしないのはそれだけの実績があるからなのに。個人的に衝撃だったのは KTX がガムテープをつけて走る姿です。
2015年に先頭車両のメンテナンスハッチが走行中に開いたままになるという事故が発生しました。補修に使ったのはまさかのガムテープ。韓国の技術の結晶であるはずの KTX がガムテープをつけて走っている。次から次に起こるトラブルに対応しきれない様子がありありと感じられました。すぐに修理せず、それで一旦走行しようとするあたりに韓国らしさも感じてしまいますよね。日本の鉄道輸出技術は海外では有名ですが、価格の低い他国の鉄道車両と比べて日本車両は高いと言われがちです。しっかりとしたメンテナンスと鉄道の保守管理を行っていたり、車両そのものの状態をキープしているためかもしれません。中古や新品どちらも手を抜いた仕事ぶりがないのが日本ブランドと言えるでしょう。ですが、これから整備にお金をかけたり入れ替えをするとなると、少しでもコストを抑えたい気持ちもわかります。今回はウクライナ鉄道にやってきた韓国の車両 HRCS2 型電車について、ブログに書いてある日本人男性に話を伺いました。やあ、僕は日本人の前川だ。ウクライナの首都キエフにウクライナ人の妻と子供と一緒に暮らしている。ウクライナは欧風化が進んでいるんだけど、社会主義、旧ソ連の面影も残っているところが魅力だ。ウクライナのニュースを見るのが好きでね、よく自分のブログに現地から見た情報として記事をまとめてるんだ。今回は2012年にウクライナ鉄道にやってきたものの、約1年半しか走らなかった HRCS2 型電車現代ロテムについて話をさせてほしい。安物買いの銭失いという日本のことわざは知っているか？例えば君はジャケットが欲しいとする。安いジャケットと少し高いジャケット、見た目はあまり変わらないんだ。見た目はね、安さに飛びついて買ったとしても、やっぱり高いものと違って安いものは品質が悪かったりする。結果すぐに買い替えなければならないようになるので、お買い得どころか結局損になるという意味だ。欲しいものがあるなら安いものを選ぶよりも、しっかりとお金を出す価値があるものを買わないといけないよ。ウクライナは現代ロテムを購入したことにより、まさにこの言葉をしっかりと刻み込む羽目になったんだ。現代ロテムは韓国製の高速鉄道、10編成からなる車両は約350億円の価格で購入され、ウクライナにやってきた。え、安くないって？ああ、僕もそう思うよ。当時ウクライナで使われていた鉄道のほとんどが1960年から1980年代のもので、30年以上使われているものが多く、すでに耐用年数をとっくに超えていたんだ。だから多くの線路、鉄道車両をすべて入れ替えなくてはならない。大きな転機を迎えていたんだ。日本の鉄道技術の輸出は有名で、高くても品質が良いとされていたが、ウクライナは少しでも出費を抑えたかった。そしてこの時、韓国でウォン安でね、安い車両がさらに安くなる、と、ウクライナ政府は飛びついてしまったんだよ。この現代ロテムを元にした高速鉄道計画はインターシティ特急と呼ばれ、リボフ、キエフ、ハリコフ、ドネツクという4大都市を結ぶ予定だった。時速は約160キロ。ウクライナも一気に都会になるなぁなんて妻と話していたのを覚えているよ。ところが2012年5月28日、記念すべき初の運転となるはずだった現代ロテムはブレーキの故障。初期不良かなと思った頃は可愛いもんだったよ。なんと1ヶ月半で10回も故障したんだ。1年後にはなんと故障回数は178回を超えていた。冬の夜に僕もドネツクからキエフに行く電車に乗った時に故障したことがあるんだ。現代ロテムには暖房もないし、 Wi-Fi もない、そしてゴミ箱もない。みんな寒さに震えて何時間も食べ物がない状態で耐えた。夜中の2時ごろ、電車のそばまで古いディーゼル機関車が走ってきてくれて、乗り換える駅まで引っ張って行ってくれたんだ。そこから普通電車に乗り換えて、
キエフまで戻ったんだけど、4時間遅れでしかも到着が朝になるなんて思ってもみないだろう。僕はなんと6時間は座った状態だったかな。こんなことがあるからお金の払い戻しを求めたんだが、別の電車に乗り換えたので返金はできません。だってさ、じゃあ時間を返してくれるのかい？せめてウクライナに住む者同士分かり合いたかったな。でも僕が乗った時は返してくれなかったけど、故障した時には切符代差額の払い戻しをしてくれるようになったみたいだよ。みんな不満だったんだよね。当たり前か。そもそもウクライナの大統領はね、運行して3ヶ月頃には韓国の現代ロテムを導入したことは間違いだったって認めてるんだ。返金という意味の謝罪の意思を見せてくれてもいいよね。結局これからは韓国や外国製品に頼らず、ウクライナ製の列車を購入するんだって。買う前に気づいてほしかったよ、本当に。トラブルの原因はブレーキの故障や冷暖房設備の不良、そしてコンピューターシステムの不具合、僕が経験した冬の寒さによる電力系統のショートもあった。列車の下の部分が凍ってしまうらしいんだ。まあ凍結だね。何回も止まってその度にニュースになった。だから僕がこうやって記事にしているわけなんだけど、しかも乗ってみてわかるんだけど、時速160キロなんて出てないんだ。せいぜい時速100キロだ。じゃないとすぐ事故になるからね。どうせ列車の不具合だろう。そう思うか？実は違うんだ。実は線路に原因がある。カーブがきついし、線路は昔のまま変えてないんだ。乗客たちは値段は高いのに、とにかく遅いということに不満を持っている。ウクライナの線路はほぼ30年前のまま。ウクライナの鉄道職員は毎日草刈りもしているんだと。線路の整備だけじゃなくてね、安全運転には大事なことだ。僕の住んでいた日本とはほとんど線路の長さは変わらないらしいけど、ウクライナの線路は手つかずすぎてボロボロなんだろうね。先に言ったように、線路が古いということは耐久速度が低いんだ。一時速100キロで走るのがせいぜいの線路に、時速160キロを走らせようとしているんだからね。1年間で約130万人の乗客を乗せたが、客席の半分は空席。10本もの列車を運行させて、儲けはたったの40億円。この全額がローンの支払いに消えたんだとさ、笑えるね。ウクライナ製の列車はもう完成していて、明らかに性能がいいそうだ。何より止まっても冷暖房が停止しない。ここが重要だろう。実はね、現代ロテムが走って2ヶ月経った頃、速すぎるスピードで走っていたそうで、人身事故で4名が亡くなった。悲しい事故だ。もしウクライナ政府が現代ロテムを走らせる前に、しっかりと鉄道整備を行っていれば、みんなが気づいていただろうから、こんなことにはならなかったかもしれないね。それから1年半、ウクライナ鉄道から現代ロテムは消えた。みんなもとっくに気づいているだろう。何せ故障が多かったんだ。ウクライナ鉄道が行った車両点検で、車体とフレームに亀裂が入っているのを全車両で確認することができたんだよ。10車両もだよ。結果すべての運行は中止。韓国から技術者も派遣されていたが、原因はわからなかったそうだ。結局全車両を韓国にすべて返送することになった。僕は正直嬉しかったね。だってもう乗りたくなかったんだから。だが、また2014年5月、現代ロテムは帰ってきたんだ。車両の構造自体が原因となっているトラブル発生はぐんと減ったけど、運行停止はたまに起こる。でも、2017年には、車両保守契約の延長が行われるなどして、僕たちに少しずつ信頼を取り戻しているんだって。もし次に車両を導入するなら、今度はやっぱり日本の鉄道会社にお願いしてほしいな。僕がそう思うには理由がある。ウクライナからそう遠くないイギリスにて、日本の日立製作所が高速鉄道を受注し、29編成の車両が導入されたんだ。日立製作所は C
新技術の投入や安全性を保つために設計を練り直し、欧州に合ったシミュレーションを行う。そしてトラブルが起きた際に迅速に対応できるように、イギリスに日立の拠点を作るなどしてメンテナンスのすべてを受け負い、またノウハウを伝授するような仕組みを作ったんだ。新技術には膨大な時間を費やし、欧州規格に対応するためにもたくさんの実験が行われた。多くの努力が積み重なって、日本の日立製作所が自信を持って作った車両クラス395がイギリスにやってきたんだ。クラス395はなぜか当初乗客から不満があり、運行4ヶ月後から縮小運行になっていたが、大寒波が訪れた時、交通網が大混乱したらしくてね。そこでちっとも影響を受けずにダイヤ通りに走ったと注目されて、耐寒性能と安全性の高さで日本は再度注目されることになった。しかもこれ、ウクライナに韓国の現代ロテムがやってくる3年も前の話なんだよ。車両自体の開発はもっと前から行われていたんだ。韓国と日本の技術力の違いがはっきりとわかるだろう。この現代ロテム HRCS2 型の購入でウクライナは大きなダメージを負った。あまりの故障の多さから来る交通機関の麻痺、そしてこの車両購入を決定した当時の大統領への批判は政治的にも大きな被害だっただろう。加えて冷暖房設備もなく、停止を繰り返す迷惑な電車に一番影響を受けた利用者たちからの訴訟、もちろん利用する客も少なく、見通していた収支が取れず赤字だ。運賃の払い戻しによる保証金も多かった。実はウクライナ製の車両を3本作ったとするだろう。これって故障の多い現代ロテムの約2本分の値段がするんだってさ。高いものを買ったのに中身をきっちり見なかったから安いものを買ったっていう意識がなかったんだろう。君たちも気をつけてほしいんだけど、高いものを買うときには中身をきっちり見ることが大事だ。ずっと市場を独占している他国からも人気があり、実績が多くトラブルが少ない、そういった信頼性の高いものを見極めよう。韓国の現代ロテムは他国からの信頼も低く、試験もなしにウクライナに導入されたんだ。暑い夏、寒すぎる冬、そういった環境に耐えることのできない車両がね。僕の出身の日本の鉄道は海外でも多く走っているところを見られるけど、そういった車両自体のトラブルなんて滅多に見ないし聞かないよ。しかも日本から来る鉄道は中古鉄道が多いのにね。韓国の現代ロテムは最新式ということだったんだけど、どうしてかな。ウクライナの人は何がしたかったのかな。車両を買う前に韓国の評判を調べたのかな。ろくにテストもしてないのによく決断できたよね。お金でももらってたとか。どうして日本にお願いしてくれなかったのかしら。割高に見えるかもしれないけど、日本の製品がいいってデータが近くの国から取れてるじゃないの。ウクライナの冬は特に寒いし、そこも考えてくれないと。2回に1回故障するなら僕は昔のディーゼル機関車でいいや。閉じ込められることはないし、時間がかかっても目的地には予定通り着くからね。安くないのに安い製品を買わされたウクライナかわいそう。だけどいい教訓になったはず。僕なら間違いなく日本製を買うし、韓国の電車には乗らないよ。建築や自動車も全然ダメって言われている韓国だけど、鉄道もダメなんだね。韓国でそういった人の命を左右するものは作らない方が世界平和のためなんじゃないの。補修されたって言うけど、じゃあ最初から自信たっぷりありますっていう車両を持ってこいよって思うね。あ、もしかして最初から自信あったのかな。ウクライナの人々は韓国企業に対して大きな不満を持っていたみたいですね。その他にも電子チケットが反応しないことや
列車が常に揺れるため、いくら車内で移動販売などがあってもコーヒーがこぼれるといった苦情も殺到していたらしいです。そして出来上がったウクライナ製の車両は現代ロテムとほぼ同じ内装ですが、その差は目に見えてわかるんだとか。乗客たちは Wi-Fi が使える喜びと寒さに震えることのない安心感を得られたようですよ。皆さんは高速鉄道というとどんなものを思い浮かべますか？日本に住んでいる日本人なら新幹線という方が多いのではないでしょうか。 JR 各社が運営している日本の高速鉄道で高速で主要都市の間を結んでいます。旅行や出張などで乗車したことがある方も多いのではないでしょうか。しかし世界には多くの高速鉄道が存在し、新たな高速鉄道も競うように計画されています。今回は世界でもトップクラスの技術力を誇る高速鉄道の走る国に住む外国人のお話です。彼女は速さだけでなく内装やサービスの優雅さが評価されるその国の高速鉄道こそが世界一だと主張します。そんな彼女が出張で日本の新幹線に乗ることになりますが、そこで驚きの事実に出会うようです。実際に新幹線に乗ってみてからはどのような印象を持つのでしょうか。ぜひ最後までご覧になって確かめてみてくださいね。私はフランス人のミシェル。営業の仕事をしているの。お客さんのいる場所に直接行って会社の製品をおすすめするのが主な仕事よ。あなたの仕事は出張が多い？それともオフィスにいることの方が多いのかしら？私の仕事はかなり出張が多い方。オフィスにいるよりも出張している方が多いくらいの時もあるわ。でも私はもともと旅行が好きで、いろいろなところに行くのが好きなの。もし毎日同じルートで通勤してずっと同じオフィスにいたら息が詰まってしまうと思うわ。だから自分には合ってる仕事だと思うのよね。結構楽しんで仕事ができている方だと思うわ。そうそう、次は日本に出張に行く予定なの。アジアの国へは何度か行ったことがあるけど、日本は初めてだから楽しみだわ。日本といえば気になることがあるのよ。フランス人の女性がインターネットで、日本の高速鉄道の新幹線がフランスの高速鉄道の TGV よりも素晴らしいと発信したことが話題になったそうなのよ。私はその話題を直接目にしたわけじゃなくて、職場の人に聞いただけなんだけど、そんなの絶対に嘘だって思っているわ。その女性は親日家で日本によく行っているそうだから、きっとひいき目に見てしまっているだけなのよ。TGV はフランス全域だけじゃなくて、フランス国外の各都市を結ぶ高速鉄道なの。鉄のレールと車輪を使った鉄輪式の鉄道と言われていて、世界最高速度である 574.8km/h を記録しているの。フランス全域を巡っていて、北部ではベルギーのブリュッセルやルクセンブルク、イギリスのロンドン行きの国際路線などがある。東部ではフランクフルトやミュンヘンといったドイツの各都市行きの路線を利用することができる。南部ではイタリアのミラノやスペインのバルセロナへ直行便があるのよ。私も仕事で随分利用しているけれど、 TGV に乗れば国内だけじゃなく海外の都市にだってとても早く行くことができる。日本の高速鉄道は日本国内しか通っていないし、最高速度も 300km/h くらいなんでしょ。しかも TGV は車内の Wi-Fi 環境が整っているから、乗車時間も快適に過ごすことができるの。仕事に必要な調べ物をしたり、メール連絡とかもできるからすごく便利だし、遠い場所への移動時間もあっという間に感じられるくらいなの。見た目からして風格があるデザインだし、内装もすごくラグジュアリーな雰囲気で、まるで王様が座る椅子のような座席なのよ。
そういえばアジアの高速鉄道なら韓国の KTX に乗ったことがあるけど、手荷物検査などで乗車までが面倒だったし、ホームの佇まいには古臭さを感じたわ。前席との間隔がかなり狭くて足が窮屈で疲れてしまったし、シートの座り心地も良くなかった。でも最高速度は日本の新幹線より速いそうじゃない？日本に出張に行くって聞いた職場の人たちは日本の新幹線のことをいろいろ教えようとしてきたけれど、私は実際に見るまで期待はしないわ。実際に見てみんなが情報に踊らされているだけだって証明してきてあげる。世界一は TGV、 日本の技術は韓国以下でしょ。私はそう言って職場の人たちの話には聞く耳を持たないまま日本への出張に出かけたの。日本に着いてから私はまず東京のお客さんのもとへ向かった。メールや電話などで何度も話をしたことがあるお客さんだったけど、やっぱり実際に会った方が話がいろいろとうまく進むわよね。和やかに話が進み、うまく商談はまとまったわ。仕事中の雑談で矢野さんという女性と話をしたの。明日からはどこへ行くのか聞かれたので名古屋と答えると、あら、それじゃあ新幹線に乗るのかしらと言われたわ。そうです、確かのぞみという車両ですね。矢野さんも新幹線の話題を出してきたことに私は少し驚いた。いろいろな人が関心を持っているのね。私は新幹線に乗るときはつい駅弁を買ってしまうのよね。いろいろな種類があるしすごくおいしいの。東京駅にたくさん売っているから、もし都合がよかったらミシェルさんもぜひ食べてみてほしいわ。そうなんですか、それはいいことを聞きました。新幹線を降りてからはランチの時間が取れなそうなのでどうしようかと迷っていたんです。見つけたら買ってみますね。単なる移動手段と思っていた新幹線だけど、矢野さんのおかげで少し楽しみができたわね。おすすめの駅弁も教えてもらったので、私は翌日東京駅で駅弁を買うことにして売り場に行ったの。すると予想していた状況と全然違って私は驚いたわ。駅弁ってこんなに種類が多いの？駅弁やお惣菜のコーナーはかなり大きかった。全部見ていたら新幹線に乗り遅れてしまう。でもみんな美味しそうで目移りしてしまうわね。牛肉、シューマイ、カツサンド、イクラやサーモンまであるわ。新幹線や猫のキャラクターの形のお弁当箱に入ったものなんて子供が喜びそう。私はどれがいいか選べなくなってしまって、目立つ場所に置かれていた矢野さんのおすすめの牛肉のお弁当とお茶を購入して新幹線の乗り場へ急いだわ。新幹線は時間ぴったりにホームに入ってきた。1分も遅れていないってすごいわね。TGV と比べても見劣りしないようなかっこいい車体だった。早速車内に乗り込むと驚くようなことが待っていたの。予想していたよりもずっと綺麗なのよ。TGV は高級感のある黒っぽい車内が特徴的なんだけど、新幹線は白を基調にしていて明るい感じ。そのせいもあるのかもしれないけど、まさに塵一つ落ちていないかのような状態に私は驚いてしまった。清潔っていうレベルじゃないわ。このシートって全て新品じゃないの？そうしているうちに驚いて戸惑っている私の後ろに他のお客さんが疲れてしまっていることに気づいた。私は慌てて切符に書いてある番号の座席を探した。ここすごく広いわね。私の席は車両の一番先頭にある席だったんだけど、前に席がない分他の席より広くスペースが取られていた。荷物は網棚に乗せなくてはいけないと思っていたけど、これなら全て足元に置いても十分すぎるほどくつろいで過ごせそうだった。切符を買うときは値段は TGB とそんなに変わらないなって思っていたけど、これだけ贅沢に座れるんだったらお得な感じがするじゃない。
なんだか予想とかなり違っていて驚いてしまったけど、私は席に座り、しばらくすると新幹線は走り出した。隣に座っている人がやっているのを見て気づいたんだけど、背もたれが倒せるのね。後で私もやりたいわ。それにさっきから気になっていることがあるの。すごい速さで走っているはずなのに全然揺れないし、音も静かなのよ。私は今まで全く興味がなかった新幹線のことが急に気になってきた。私は荷物からノートパソコンを取り出し、車内の Wi-Fi を使って調べてみることにした。日本でも2018年7月から Wi-Fi が使える車両が増えてきているそうね。新幹線が揺れたりしないのは、路線はカーブが少なくまっすぐにできているから。それから線路の枕木が頑丈で、まっすぐに歪みがなく作られている。そのため速いスピードで走っても左右に揺れたり上下に揺れたりしないようになっているそうね。私は今その効果を実感しているわ。こうやってパソコンのディスプレイを見ていても全然酔わないもの。カーブが多い場所に入るときは注意を促すアナウンスが車内に流れているのも親切よね。それからどうやってこんなに綺麗に掃除をしているか気になったので調べてみたの。出てきたのは日本語の動画だったけど、英語の字幕がついていたので私は見てみることにした。そうしたらそれは衝撃の連続だったわ。まず終点の駅に到着した新幹線に清掃員が乗り込んでくる。清掃員たちは手際よくゴミを集め、床や手すりを拭き掃除していく。そして頭を乗せる部分についているカバーを次々に剥がしていく。これ毎回変えているのね。そして座席の向きを逆の進行方向に変えていくの。電車はこれから折り返して走るから、座席がそのままだと後ろ向きに走ることになってしまう。座席の向きを変えられる構造になっているんだわ。座席の汚れを落としたり、特殊な道具を使って座席が濡れていないかチェックする。もし飲み物や傘の雫などで濡れていたら、ドライヤーで乾かしたり座席部分を外して取り替える。そして新しいカバーを取り付けていく。驚くことにこれを10分以内で全て終わらせているみたい。すごい次元が違うわ。これは新幹線が世界で最高って言われるのが納得できてしまうわね。それからしばらく私が仕事のメールなどに返信していると、社内にいる何人かの人がお弁当を食べ始めた。ちょうどいいから私も休憩して駅弁を食べましょう。さっき買った駅弁を開けると中身はとっても美味しそうで嬉しくなってしまったわ。牛肉は甘辛く味付けしてあって優しい美味しさだった。付け合わせには煮物などの野菜や卵焼きなどが入っていてバランスも良さそう。これすごくいいわね。美味しいし満足感がものすごいわ。そうして私はすっかり新幹線が気に入ってしまったの。仕事の移動手段としか考えていなかったけど、これはまるで観光列車だわ。窓からの景色も遠くまで見えて、富士山が見えた時にはその美しさに見とれてしまった。私はとても満足して、降りる頃には新幹線が大好きになってしまった。おかげでその後の仕事も元気に取り組めたわ。日本の新幹線は世界一だっていう人の気持ちがよくわかる。私も世界で一番乗り心地のいい高速鉄道は？と尋ねられたら新幹線って答えるわ。これからもぜひ乗りたいし、次に乗る時をとても楽しみに思っているわ。TGV 編成が乗り入れているスペインで乗ったけど、なかなか乗り心地も雰囲気も良かったよ。フランス、日本ともに高速鉄道に携わる人はすごいなと私は思っているよ。世界に誇れる日本の新幹線技術はやはり安全性だと思うし、掃除もすごいよね。乗り心地なら小田急線でロマンスカーがおすすめ。特に前席は最高。
箱根は温泉もあるし風景もいいよ。新幹線もいいけど、機会があったらロマンスカーの魅力も味わってほしいな。新幹線のすごいところは時間通りに動くことだな。東京京都間を毎月1往復してたけど、1回も1分も遅れたことがないよ。新幹線の予約をしておけば、新幹線の前後に乗る在来線の時刻も決められるから、事前にアプリとかで分単位の予定が立てられる。飛行機みたいに早めのチェックインも必要ないし、何百キロメートル先の友達と待ち合わせをして遅れることもない。皆さんは世界一の高速鉄道といえばどんなものを思い浮かべますか？速度で世界一を誇る高速鉄道は日本のリニアモーターカー L0 系です。最高速度である時速 603km は2015年にギネス世界記録にも認定されています。2位の MKX01 も同じく日本のリニアですが、これは L0 系の1世代前の車両になります。しかしこれらの高速鉄道の営業運転は現在ではまだ実現していません。営業運転している車両で最も速いのはフランス国鉄の TGV です。では営業距離の長さで世界一なのはどこでしょうか？第1位はダントツの中国で 22,000km、 2位はスペインの 3,100km、3位はドイツの 3038km、 日本は4位の 2765km、 フランスは5位で 2658km です。では世界で一番乗り心地のいい高速鉄道はどこでしょうか？速度や距離のように数値化できないため基準が難しそうですね。今回のお話のように実際に乗ってみた外国人が日本の新幹線が素晴らしいと認めてくれたとしたら嬉しいですね。皆さんは普段どのくらい鉄道を利用していますか？鉄道は私たちが自分の足ではたどり着けない場所まであっという間に連れて行ってくれるとても便利な乗り物です。さらに近年では便利な乗り物としての役割以外にも、いわゆる撮り鉄と言われるような鉄道そのものを趣味とする人もいますよね。鉄道は日本以外にも多くの国にあるので、どこでも同じように楽しまれているのかと思いきや、その国の情勢やルールによってはそうはいかないようです。例えば今回のエピソードで取り上げられている韓国でも、鉄道の扱いは少し違うんだとか。一体隣同士である日本と韓国では鉄道の認識やルールにどのような違いがあるのか。そしてエピソードに登場する韓国人は日本の鉄道に関する実態を知ってどのような衝撃を受けるのでしょうか。ぜひ最後までご覧になって確かめてみてくださいね。僕は韓国人のキム。人にはそれぞれ趣味とか好きなものとかがあると思うんだけど、例に漏れず僕にも夢中になっていることがある。それは鉄道だ。お金を払えばいつでも乗れる鉄道に魅力を感じているなんて変だと思ったかい？でも僕のこの鉄道好きはもっともっと昔からのことなんだ。あれは僕が小学校に上がらないかくらいの年齢の時、父に連れられて遠出をすることになった僕は、生まれて初めて鉄道を目の当たりにした。どこかで見たロボットアニメに出てきそうな近未来的な外観に信じられないくらいの猛スピード。内装も高級ホテルみたいに立派で、どこかの国の王子様にでもなったような、そんな素晴らしい感覚になったのを鮮明に覚えている。僕の家は決して貧しいわけではなかったけど、特別裕福ということもなくて、普段鉄道を使うような立地に住んでいなかったこともあり、すごく貴重な体験だったんだ。それから僕はすっかり鉄道の虜になってしまい、誕生日プレゼントには鉄道に関する本をねだったり、学校で自由に選べる課題があれば真っ先に選んだり、外観、内装、
構造、知れば知るほど面白い鉄道はいつの間にか僕の一部と言えるくらい大切な存在になっていた。だから大人になってマイカーを持つようになった今でも、休みの日にはわざわざ鉄道を見るため駅に行ってみたりする。同じ車両でも天気によって車体の輝きは違うし、乗っていく人々が違う分鉄道の表情も違って見えるんだ。当たり前だけど、一日として同じ環境なことはないから、本当なら毎日写真に収めておきたいくらいなんだけど、残念ながら韓国では鉄道を許可なく撮影することが禁止されている。何でも軍事的な理由なんだそうで、戦時中に軍用機として使う可能性のある鉄道を写真に撮っていると敵国のスパイとみなされてしまうとか。心の底から鉄道の写真を撮りたくて仕方ないけど、さすがに逮捕されたり命を奪われては元も子もない。僕はその衝動を抑えつつ、いつも心のシャッターで愛すべき鉄道の姿を撮影しているよ。そしてここまで鉄道好きだと脳裏によぎるのが海外の鉄道の存在。韓国国内にも数種類の鉄道があるけど、海外には僕が見たことのない鉄道がもっともっとたくさんあるんだと思う。もちろんインターネット上では様々な国の鉄道を見たことがあるよ。でもなんというか、正直韓国が一番だと思った。ヨーロッパには質のいい鉄道がたくさんあると聞いたけど、デザインに関してはなんというか奇抜で頑張りすぎてる感がある。品質や機能については近年韓国の受注が盛んで落ち目のイメージだし、正直ライバルではないと思うんだ。でもそれよりひどいと思うのが隣国である日本。日本は高速鉄道である新幹線をいち早く取り入れた国と言われていて、それは確かにすごいことだと思う。でも開業当初からデザインはほとんど変わっていなくて、言ってしまえば地味でダサい。性能についても特に改良がされているというニュースも聞かないし、いまいちな印象しかないかな。唯一ライバルだと思えるのは韓国と同じく近年受注が盛んな中国くらいかな。とはいえやっぱり幼い頃に韓国鉄道を見て感じた興奮は他の何を見ても得られないから、我が国が一番なことに変わりはないんだけど、そんなことを考えていたある日のこと、ガールフレンドのユナと食事をしていると、旅行に行きたいという話になり、彼女がこう言ったんだ。私、隣なのに日本へ行ったことがないのよね。行ってみたい。僕はてっきりもう少し遠くへ行くのかと思っていたら、少し拍子抜けした。できれば有名なヨーロッパの鉄道を見てみたかったし。でも京都に憧れているのよね。着物を着てみたいのと、目を輝かせている彼女の姿を見て拒否することはできなかった。僕にとって鉄道はとても大事な趣味だけど、それと同じくらいユナのことも大切だからね。彼女が喜んでくれるなら、鉄道がいまいちな日本へでも行ってあげたいと思ったんだ。じゃあ日本へ行ってみようか。本当？嬉しい。こうして僕とユナはお互い初めての日本旅行へ旅立つのだった。そして僕はそこで日本へ上陸するまで考えても見なかった体験をすることになる。僕とユナは韓国から日本の関西国際空港へ、目的地である京都に一番近い空港だからだ。そしてその日のうちと翌日で京都観光。そうそう、京都ではユナの要望通り二人とも着物を着て旅行気分を味わえたよ。当たり前だけどユナの着物姿を見たのは初めてで、とても華やかで素敵だった。そして3日目に首都である東京へ移動。その際に計らずとも新幹線を利用することになったんだ。ホテルや食事は僕が調べたから、交通手段の下調べや予約はユナがやってくれたんだけど、新幹線を利用すると聞いて心の中でガッツポーズをした。日本の鉄道に期待をしていないとはいえ、一つでも多く乗っておきたい気持ちはあるからね。新幹線に乗るため駅へ行くと、立派さと綺麗さに驚かされた。
日本は清潔で整頓されているという噂は聞いたことがあったけど、ここまでとは思わなかったよ。だからこそ、こんなに立派な建物なのにあんな地味で古臭い新幹線が来ることに違和感しか感じなかった。節約なのか何なのか知らないが、日本はもう少し新幹線のかっこよさに予算をかけてもいいんじゃないかと思うね。ヨーロッパみたいにカラフルにしなくてもいいと思うが、色か形どちらかに華やかさやダイナミックさは取り入れるべきだと思うよ。そんなことを考えているうちに新幹線が到着するというアナウンスが。僕とユナは時刻表の時間通りに新幹線が来ることに驚きが隠せなかった。韓国の鉄道では予定ちょうどに来るのはほぼないと言っていいからだ。5分から10分遅れるのは当然だし、15分程度なら誰も文句は言わないんじゃないか。だって鉄道はそういうものだってみんな思っているからね。それにもかかわらず新幹線は1分もずれず僕たちの目の前に停車した。たまたま運が良かったのかなと思ったんだけど、周りの日本人は全く驚く様子はなく、当然のように乗車し始めている。その様子を見て日本ではこれが普通なんだと分かったよ。見た目や性能が悪くても時間通り来てくれるのはなかなか高得点だと思った。ゆっくり鉄道を楽しみたい時には向かないけど、タイムスケジュールをギチギチに組みたい時は日本がいいのかもしれないなと思ったんだけど、僕をびっくりさせたのは自国の正確さだけではなかったのだ。では何に驚かされたのかというと、ズバリ僕がずっと見下してきた外観についてだった。確かに新幹線の外観は以前僕がインターネットで見たように真っ白でシンプルなもの。でも何かこう地味とは違う。むしろ真っ白だからこそ日本の奥ゆかしさが表現されているというか、いい意味でこの国にぴったりのデザインだと感じられたのだ。雪みたいに真っ白で綺麗だね。というユナの言葉はまさにその通りだと思った。真っ白なのにもかかわらず、新幹線の車体は全く汚れたりひびが入ったりしておらず、とても綺麗だった。開業当初から変わらない古臭いデザインを続けているのは手抜きだとばかり思っていたんだが、むしろこだわりを持ってシンプルなデザインを貫き続けているのかもしれない。そう思わされるほど衝撃的な外観だったのだ。そして綺麗だったのはもちろん外側だけではない。初めて韓国の鉄道に乗った時も綺麗さや高級感に感動したものだけど、それとは比にならない快適さだ。シートの素材や空間の広さはそう大きくは変わらないと思うのだが、掃除の行き届き具合が全然違うと感じられた。韓国の高速鉄道も在来線とは違い、一応掃除には気を使われていると思う。食べかけのゴミが落ちていたり袋が散乱しているのは見かけない。でもやはりゴミや汚れがゼロかと言われると残念ながらそうではなくて、床に何かしら落ちているんだけど、僕たち韓国人はそれを普通だと思っているからみんな見て見ぬふりをしている。でも日本の新幹線内にはゴミやホコリが落ちていないのはもちろん、シートにも汚れ一つついていないのだ。すごい、高級ホテルに来たみたいね。ユナもこのはしゃぎようだ。韓国の高速鉄道が一番に決まっている。僕は心の底からそう思っていたが、どうやらそうではないと気づかされたのだった。ちなみに高速鉄道の良し悪しを測る上でもう一つ外せないのが性能だと思う。この一点だけでも韓国が日本に勝利していたらもう少し胸を張って帰れたと思うのだが、残念ながらここも韓国の敗北だ。韓国鉄道が大好きな僕としては負けを認めたくなかったけど、そんな僕でも受け入れざるを得ないほど新幹線の乗り心地は完璧だったのだ。超高速で走っているのにもかかわらず、動いていないと錯覚するくらい揺れは少なく音もしない。こんなに快適な鉄道は間違いなく韓国にはないだろう。さらに何か新幹線に勝てる部分はないかと調べた安全性でも、たびたび事故を起こす韓国鉄道と
開業から60年経っても新幹線が原因の事故ゼロという新幹線。これでもまだ韓国鉄道が一番と言い張るのは分からず屋の頑固者でしかないと思ったよ。こうして現実を知ってもやっぱり幼い頃から憧れていた韓国鉄道は大好きだ。しかし海外へ行けばもっと素晴らしい鉄道を見られるのだということも日本のおかげで知ることができた。これからはまた違った視点でも鉄道という趣味を楽しんでいこうと思ったよ。韓国や中国の鉄道受注が増えているのは単に安いからなんだよね。それを優れているからだと勘違いしている人たちが多すぎる気がする。高速鉄道に安全性を求めるなら間違いなく日本の新幹線でしょうって思っていたけど、どんな視点で見てもやっぱり日本が一番魅力的なんだね。新幹線のシンプルさはまさに日本人の心を表している気がする。カラフルでガチャガチャしているより大人っぽくて素敵だと思う。韓国は他国へ受注して地位を築くことよりもできるだけ事故率を減らして人の命を失わないことを第一に考えてほしいな。写真を撮ったり、たくさんの鉄道の特徴を比べてみたり、鉄道を趣味にすると様々な楽しみ方ができます。もちろんそれは自分が暮らしている国の中でも十分できることですが、海外の鉄道も直接触れてみるとまた違った発見があるのだと分かりました。日本の新幹線は安全性や清潔感が高評価を受けやすいですが、海外には海外の魅力があるはずです。海外へ行く機会があれば、そういう視点で鉄道を楽しんでみるのもいいかもしれませんね。皆さんは海外の鉄道に乗った経験はありますか？その時のエピソードや乗ってみたい鉄道があれば、ぜひコメント欄で聞かせてくださいね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ、皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。